何買ったん？何でしょう？知らんがな。アマゾン。何買ったん？いらんもん。はぁ？なんで今更赤いの？これ、これ、これ、これ。からなんかりゅうちゃんいらんもん買うとで。経費やろ。いらんもん買うて。これ経費や。ほら。何それ。かっこよくない？最近このメーカーずっと好きでさ。うん。何？ほら。かっこよ。何？三脚。何挟む？で、うん。これさ、ここにな。うん。これつけれるやんか。うん。カメラ。うん。いいんやけど、どうやって使うん？これ。どうやって使うん？あ、携帯も挟めるってこと？そう、携帯挟むやつがもうすでについてるっていう。あー、強ないこれ。で、伸びるん、高さ。高さ？どうやって伸ばすの？あ、伸びるやん。めっちゃ伸びるやん。これ最大から。下は、ここはどうなった？ゴムになったの？あ、ゴムになった。ちょうだい。やだ。あかん。これめっちゃよくない？私のプラスチックやから滑んねん。めっちゃでかいし。グラグラせえへん？か、あの、あ、こんだけ伸ばしたらあれやけど。うん。それは何？これは、あ、下をつけば。下つけば全然いける。え、ちょうだい。めっちゃいい。白。白なかったんじゃん。いや、これもつけれるっていうのがもう強い。あ、カメラな。うん。あれがいらんもんな、ぐるぐる、ちっちゃいの。やった、これはいい買い物したで、俺。いくらやったん？よいしょ。いや、いくらやったん？値段見ろ。これいる？どこまで赤くなりたいの？全身赤くなりたい。なんと、このカメラ。はい。ちょっと重たいな。カメラじゃないで。三脚。うん。1944円。ああ、安いね。安い。え、でも私もこの前のほら、白いやつあるやん。うん、あれ、それぐらいしたんで。え、こちらも全然いいやん。けどな、うん、その三脚のこう、足こう出すやん。うん、もうここがしなるから。これ全然大丈夫。しなるしなや。プラスチックやから滑んねん。あ、で、猫がチョンって当たったらバタンって倒れんねん。ありがとう。ちょっとここ怖いな。いや、十分やわ。あ、十分やわ、それ。ありがとう。え、強。向きは？向き？これだけやな。縦はならんの。こうならへんの？向き。違うな。縦にしようと思ったら、こうしたらいいの。あ、できるよ。全然立つ。え、ってことは、だから、下、ちょっと下向きとかもできるの？ちょっと上向きとかも。あ、ここは横で、横で、うん、横で、あ、うんうんうん、下下もできる。それがいいわ。ありがとう。これめっちゃいいよ。ありがとう。めっちゃいいよ。ちょ、URL 送って。これでもここが壊れそう。ここが。そう？うん。私基本それで使うからな。使う？いらんの？気に入らんかったん？いや。気に入った。できたら白がいい。ない。気に入ってんけど、うん、これポチって分かってんけど、うん、俺が三脚使うこと少ないな。なんで買ったん？なんで買ったん？また無駄なものを買ってしまった。いいね。せやろ。うん。せやろ。いいね。ウルズ。そう、このメーカー。最近大好きやん。ここ回して、そこも伸びるんや。ここ回したら、この一番下のところが出る。あ、これはつけとった方がいいわ。うん。え、こんだけ伸びたら十分じゃない？うん、十分。の、お、え、めっちゃいいよ。いいよ。やっと。そこをその一番下のとこの真ん中な、うん、出したまま収納できる。出したままどういうこと？それで今しまって。
で畳む？畳んで。ああ、はい。うん。いいよ。ありがとう。どうしよう。なんよ。いらんのやろ。そうなの。使うときがな。使うときがな。今ないよね。多分俺より耳ねんのが多いね。じゃろな。うん。じゃあ耳ねんに使ってもらって、良さすぎやったらもう一台買おう。何それ。じゃあ次買うとき白買ってな。で交換したい。ないじゃん。イエーイ、儲かった。でもほんまに、ほんまに。はい。よいしょ。今寝転んどってん。このな、ここがゴムなの結構重要やねんで。滑らへん。なんか持ってきたで。この俺のワイバッグには入ってる。うん。ほら。あ、これやってん。今までの。同じメーカーやけど。うん。これはこれも滑らへんな。そう、ちっちゃい。私こっちでもいい。でも上がいるわ。せやねん。だから毎回こうバラバラで、うん、まあ、また違うメーカーでマンフロットないけど、うん、これを持っとかなあかんかったっけ。うん。けど結構弱いのよ。やっぱこの。あとたまにこう光が使うようにするんやけど、うん、光のあのカメラあるやん。うん、なんだっけ、ミラーレス。うん、弱すぎるんよね。そうやな、怖いな、ちょっとな、うん、でも携帯とこっちでいいね。あ、それ全然違うわ。そう、でも私滑り止めついとったこっちでもいい。でもこれがいる。そうやね。これをつけた状態で畳んだらどっちが大きい？あ、じゃあこっちがいい。ダメ。そっちも捨てがたいんや。え、そっちも捨てがたいんや。こっちがいい。こっちもちゃんと滑り止めな。どうしよう。どっちがいい？どっちがいい？私はこっちがいい。え？こっち。両方俺持っとく。え、じゃあこれ買って。いやや。いやや。じゃあこっち渡す。あ、じゃあこっちだ。ありがとう。あ、でもこれなんか弱い、弱いっちゃ弱いんやな。これもだって向きが変えれるもんな、ここ。え、向き変えれるやろ、縦に。じゃあこれは、俺はもうそれがめんどくさいからこういうやつを買った。あー、縦にもできるんだね。そうそうそう、こっちの方が安定するから絶対、うん、あのこのクックンってなるより、うんうん、いいんじゃない。あとこいつはマイクもつけれるようにちゃんとこの、うん、あー、それはいらんけどな。おい、ありがとう。ただこいつもな、マイクつけれるっぽいね。ほら、まあね、せるね。こいつ最強と思って。うん。ポチッと。よかったやん。ありがとう。いいもんもらった。白じゃないけど。これぐらいの大きさになったんやね。このままパッタンで倒れて。そうそうそうなんよ。な。そのままヘッドがやろ。うん。かさばるもんね、結構。うん、せやね。あとさ、りゅうちゃん、この辺なんかめっちゃ猫のしっこの匂いすんねんけど、気のせいなん。知らん。めっちゃ猫のしっこの匂いすんねん。お前ら。ちやろ。うん。今寝転がっとって気づいてん。されたんちゃう、ミニネが。じゃあ臭いで、ここ。